こんばんは、岩達です。本日はですね、昨日お亡くなりになられた中曽根元総理について語らせていただきたいと思いますけれども、その前にですね、心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います。戦後政治を代表する一人の政治家だったと思います。本当に私は自分自身が生まれたのが1983年ですから、総理が中曽根総理が総理大臣時代に生まれたんで、私自身はですね、中曽根総理が総理として活躍している時代は実際には知らないんですけれども、さまざまな書物でですね、中曽根総理について学ばせていただきました。彼はですね、こんなこと言ってますね。総理大臣っていうのは歴史という裁判でですね、裁かれる被告人だというふうに言っていますね。だからまた別のところで、これ石原慎太郎さんとの対談の中だったんですけれども、政治家っていうのはですね、自分自身の中に国家っていうものを宿してなければならないというふうにおっしゃっていて、私はそれ強く共感しました。まあ、中曽根さんについてはですね、 もちろんですね、政治家ですから、これは是々非々であります。例えば中曽根さんのですね、靖国神社の参拝を取りやめたことですね、これ中国に配慮して、これについては批判する声がありますし、私も批判的であります。しかしですね、中曽根さんを、まあ、私は政治家っていうのは本当に一点だけでいいとか悪いとかっていうふうに決めるべきではなくて、全体としてこの人はどういう政治家だったのかというふうに見るべきだというふうに思ってますが、中曽根総理っていうのに私はですね、感動したのは、まずですね、言葉を重んずる、日本人として日本語をですね、非常に尊重される総理大臣だったんじゃないのかなと思います。感動した俳句、まずですね、中曽根総理は大東亜戦争に、従軍されてですね、主計、将校としてですね、インドネシア、フィリピンを戦ったという経験をお持ちで、その時にですね、本で読みましたけれども、なんかヤクザの親分みたいなのを子分にしてですね、なんかいろいろやったというふうな話があって、その仲間がですね、亡くなったと、戦争でですね、その時に作った俳句がですね、これですね、友を焼く鉄板を担ぐ夏の浜と、こういう歌の、俳句なんですけれども、やっぱりこういうのはですね、すぐ出てくるということに私は感動しました。それからもう一つ、僕自身がですね、すごくいい俳句だなと思ったのは、中曽根総理がもう政界を引退されてからですね、今の心境はどんな感じかというふうに聞かれた時に、暮れてなお命の限りせみしぐれと、こういう俳句を残される。私はこれ日本史上に残るいい俳句じゃないのかなというふうに思います。私松尾芭蕉とかも好きで結構読むんですけれども、それに並ぶと私ごときがですね、評論してはならないのかもしれないですけど、私の中では本当に松尾芭蕉の俳句と同じぐらい好きな、暮れてなお命の限りせみしぐれと、やっぱり老いてなおこの国を憂い続けていた有国の政治家だったなという感じが本当にする歌でありました。まあ汚職事件とかで一回自民党を辞めたこともありましたね、離党されたこともありました。でいろんな曲折あって、田中曽根内閣とか言われたこともあったし、風緑と言われたこともあった、いろいろありましたけれども、私は尊敬していたのは、彼はですね、非常に読書家で勉強家だったということです。自分自身が総理になったら何をするかということをですね、書くために大学ノートをですね作って、いつもそれノートを作っていた。本当にね、私は中曽根さんっていうのが戦後政治、保守政治を代表する一人の政治家だとするならば、もう一方の局にあるのはやっぱ田中角栄さんだと思うんです。実はこの人たち同じ年に当選して同い年なんですよね。だから田中角栄さん生きてたら中曽根さんと同い年でやっていたと思うんですけど、中曽根さんの本の中にですね、書いてありますけど、中曽根さんは田中さんのことやっぱり批判的なんですよ。非常に対極的だなと思うんですけど、田中角栄っていうのは朝からですね、自分が総理大臣になった時も含めて朝から人がワン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 来るんですよね、自分のご自宅にね。でそれでなんか陳情とかいろいろしていくんです。で私はこれは早坂茂三さんの本の中で読んだんですけど、もうね、時の総理大臣なのに関わらずですよ、なんか田舎のおばあさんが出てきて、うちの
息子のところに嫁いだ嫁が逃げてったと、なんとかせいと、こういうふうに言って、で田中角栄がですね、警察署に電話して、でなんとかしてやってほしいというふうに言うと。でそういうことをですね、早坂茂三って秘書たちは、一国の総理とかね、そういう人たちがそんなことまでやる必要ないんじゃないかっていうふうに言ったら、田中角栄はバカ野郎と、こういう人たちが俺を支えてくれてるんだと、だからこういう人たちが来なくなったらもう人間は政治家として終わりなんだと、だから俺たちはこういう人を大事にするんだというふうに言った。でだから田中さんというのは、リクルート事件、ごめんなさい、ロッキード事件でですね、逮捕された時も20万票以上の票を取ってですね、勝ったのはこういう力があったと思うんですが、まあ、これに対してですね、中曽根さんは全く対極的なんですよ。その朝からね、どや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 人がガサ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 来るような中でね、総理っていうものはそういうものじゃないと。朝は中曽根さん座禅してましたから、心を清めて本を読んで、でそれでこの国の政治について考えるんだということをおっしゃってましたね。だからこれ本当に対極的だなというふうに思いますが、どちらがいいということでもなくて、どちらも政治家として必要な政治家なんじゃないのかなと私は思います。でこの読書家だっていうのはですね、私尊敬する政治家にですね、京都の北上敬郎先生という政治家がおられます。残念ながら今落選中で、北上先生が落選されていることはもう本当に日本にとってもう本当に不幸なことだと思う。元民進党で今自民党におられます長島昭久先生の勉強会に最初に行った時にですね、長島先生は自分は総理大臣にならなくてもいいと、私は北上敬郎を総理大臣にして その下で官房長官やりたいというぐらいのすごい政治家で、本当に頭がいい、でもう本当に読書家な先生なんですけど、その先生が中曽根総理に会われたという時にですね、何時から何時までというふうに時間決められてて、でそこで、じゃあここでもう終わりですというふうになってお帰りになったら、でこの後どうするんですかみたいなことを聞いたらですね、実はその後2時間読書すると、もう80、90超えてですよ。でそれで今から1時間2時間は読書の時間だということで、長曽根総理は本を読まれていたということをおっしゃってましたね。まあ、長曽根さんの本を読むとですね、自分自身の武器になったのは旧制高校時代にカントとかいろんなものを読んだ、その教養が国際政治の中で自分と相手と話をすることになったということで、まあ、本当に頭のいい、まあ、教養のある政治家だったなというふうに思います。で私自身がですね、好きなのはもちろん日本語のこういう俳句も作るし読書家だしのあるんですけど、何よりも私がですね、なんかそれ総理が好きだったのはですね、憲法改正をですね心の底から悲願としていた総理大臣だったということです。もう100歳になってもなお憲法改正を訴え続けていた。で私はですね、好きな歌は何ですかというふうに聞かれると、実は中曽根総理自身が作詞をされた憲法改正の歌というものがあって、この歌がすごい好きなんですね。ぜひ皆さんもですね、ご一緒にちょっと歌ってみたいと思いますね。これはもうぜひ覚えていただきたいなというふうに思うんですけど、まず1番ですね。1番はですね、戦いに打ち破れ敵の軍隊進駐す、平和民主の名のもとに占領憲法強制し、祖国の解体を図りたり、時は終戦6ヶ月。本当その通りなんですよ。もうこの歌をですね、覚えていただければ日本国憲法の成り立ちがわかるんですよね。で、私が好きなのはですね、最後の5番ですね。5番にあるのもこれもいいですよ。この憲法のある限り、無条件降伏続くなり、マーク憲法守れとは、マゲンスイのしもべなり、
祖国の運命開くもの、広告の息に踊らばや。これですね、非常に好きなんですね。で、これ実はですね、この歌あるところで私聞いたことあるんです。それはどこかっていうとですね、産経新聞の正論が30周年を迎えたという時にパーティーがありまして、産経新聞の今会長さんですね、になった方がですね、一番最後にですね、この歌はみんな知ってる人いないでしょうというふうに言って、中曽根さんも最近ちょっともうお年で忘れたんじゃないかな、だから多分私だけですよって言って憲法改正の歌を歌ったんですね。だから私はですね、まあもう本当ぶしつけな男で大変恐縮なんですけれども、もうその歌を聞いてですね、直後走ってきましてね、で、いや先生と、私もこれ歌えますと、これ大好きなんですというふうに言って意気投合したという経験があるんですけれども、憲法改正の歌、これはすごくいい歌だと思いますし、もうぜひね、日本でもう今売れてほしいと。もうなんか今売れてるグループって何か知りませんけど、 AKB とか、もう AKB じゃないのかな、なんかありますけど、グループでね、ぜひ憲法改正の歌をですね、中曽根総理がお亡くなりになった今こそですね、歌っていただいて、で憲法改正を盛り上げていただきたいなというふうに本当に思います。そんな意味でですね、私自身はかなり中曽根元総理の本は読みました。で影響を受けましたね。やっぱり自分自身、保守主義って何かって言った時にですね、それは自分自身の体の中に国家を宿しているという感覚だというふうにおっしゃっていたのが、私はすごく象徴的で、こういう感覚っていうものがやっぱ保守の精神なんじゃないかなというふうに思えてなりません。別にどっかの特定の国をですね、批判したり悪く言ったりするっていうことが保守なんではなくて、自分の祖国をですね、我がこととして構える気概を持つということ、これをですね、やっぱり私は本当の意味ではですね、これはもうどの政治家も持っていただきたいなというふうに思います。だってこの我が国をですよ、過去から引き継いできて、その今ある姿をですね、後世に引き継いでいくっていう仕事の最前線にいる人たちじゃないですか。私も教育という立場に関与してますから、そういう思いでやってるんですね。やっぱり先祖から受け継いできた日本というものを学生たちにいい形で伝えていきたいという思いでやってる。その気持ちを持たないでですね、政治がやってる人たちはもうすぐに退場してほしいなというふうに思います。改めてにはなりますけれども、中曽根元総理のご冥福を心よりお祈り申し上げます。またですね、この番組を引き続き続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。